仙台市立広瀬小学校は、宮城県仙台市青葉区下、愛子あざ日本松にある公立小学校。学生に基づき1873年に愛子小学校として設立され、町村合併により、広瀬村が生まれた時広瀬小学校に改称した。学区愛子東のほとんどと愛子中央の一部、下、愛子の一部で、卒業後は、ほとんどが、 広瀬中学校へ進学する。1872年に発布された学生に基づく最初の小学校の一つで、1873年6月21日に愛子小学校として設立された。学区は第7大学区第1中学区、第22小学区と区分され、神愛子村と下愛子村の児童を通わせた。場所は上、愛子の蛇大原で、 当初の教師数は3、生徒数は120人であった。1889年に町村制に基づく広瀬村が成立すると、広瀬小学校と改称した。広瀬村には他に、旧作並村と熊が根村をカバーする作並小学校、上愛子村に設けられた上愛子小学校、佐藤六村に設けられた佐藤六小学校があったが、これらはやがて、 広瀬小学校の下の文教場に格下げになった。現在地への移転は1928年のことである。1930年代に広瀬小学校は菅野門之助、沢畑小一らによる生活綴り方教育の実践の場となった。1934年11月に東北地方の教師74名が参観した公開授業は参加者に強い印象と、 生活綴り方への自信を与えたという。1942年には上、愛子文教場を昇格させて上愛子小学校を設け、村の西部の児童をそちらに入れた。1948年には同様にして、桜波小学校が分立した。20世紀後半に仙台市の郊外として、周辺地区の人口が増加すると、広瀬小学校の生徒数も増加した。 広瀬川対岸の飛び地的位置にあった里六地区は宮城町が仙台市に合併した翌1988年4月に仙台市立織立小学校へ編入した。1992年4月には東部の落合、栗尾地区のために栗尾小学校が新設された。その後も学区内の人口が増え続け2008年に宮城県内一番の児童数に達した。このため、 2009年4月に、西木が、丘と、上愛子地区と、愛子中央の一部と、下愛子地区の一部を学区とする愛子小学校が、設立された。ありがとうございます。